ブラバーズサウンドトリップ渡辺貞夫 My Dear Life。 夜、静けさの中で音楽は例えようもなく優しかった。その激しいリズムにも、そのむき出しのやり取りにも、爽やかな優しい眼差しがあふれていた。音楽よ、そして友よ、いつでも我が部屋をノックしたまえ。君のためにこの部屋を透き通る爽やかな香りで満たしておくから。資生堂ブラバス。今夜の演奏、渡辺貞夫クインテット、渡辺貞夫、増田幹夫、ルイス・ディ・アンドレードに、ギター、マイク・オニール、ベース、リオン・ゲイル。この番組は、東京・銀座、資生堂の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。小林和也です。番組スタッフ一同とともに、せーの、よろしくお願いします。去年は渡辺さんニューヨークに行ったり、ブラジルに行ったり、西海岸のコンサートツアーをやったり、それにつれてこの番組をデンバーまで取材に行ったり、武道館で大きなコンサートを開いたり、まあいろいろな出来事がありました。いっぺんに世界中を相手にしてしまった感じです。今年もいろいろ海外のコンサートが計画されています。私たちも張り切って、その渡辺さんのマイディアライフを番組の上でご紹介していきたいと思います。どうか今年もこの番組、大いにお楽しみいただくようお願いします。さて、今夜のプログラムはジャズクラブでのライブセッションを実況録音で聞いてまいります。去年12月25日東京六本木のクラブピットインで収録しました渡辺貞夫クインテットのクリスマスセッションの模様なんです。実はいつもですとこういうセッションを大体2週間にわたってファーストセット、セカンドセットと放送するんですが、そうすると1回のセットは1時間ほどなので、1曲か2曲カットしなければならないわけですね。それだとどうしてもジャズクラブのあのゆったりした気分が飛んでしまいます。そこで今回は3週間にわたってこのセッションのノーカット版を放送したいと考えました。3週続いてお聴きいただくと、ちょうど六本木ピットインの夜7時45分から終演の11時近くまで、会場の雰囲気も何もかもそっくり含めて聞いていただけるわけです。今夜はまずコンサートの冒頭からファーストセットの中ほどまでお送りします。さあ、聞いていきましょう。ジャズクラブ六本木ピットインの渡辺貞夫クインテットです。昨日いろいろありまして、あ、今日もありそうですね。このグループでは OK？ ?11 月に、西海岸のツアーをやってきまして、
皆様ステージで見るようにギターとベースをそのまま、今日までということで日本に来て付き合ってもらったわけなんですけど、これからが彼らと、の、一応最後のステージになるわけなんで、期待はしてるんですけど、どうも何が起こるか彼ベースプレイヤーは後でご紹介しますけど、あ、今しちゃった方がいいですねまあいろいろ都合がありまして、まあ西海岸でミュージシャンを探してきたわけなんですけど、まあベースはやっぱし重い方がいいんじゃないかと思いまして、かなり目方のあるのを連れてきたんですけどかなりジョークの好きな男で、仕事終わってから食事に行きますと必ず一つか二つ、面白い話を聞かせてくれるんですけど、多分大丈夫だと言ってますので、このまま続けさせていただきます。Thank you.
どうもありがとうございました。それではここで、メンバーを紹介させていただきます。そういうことでロサンゼルスから来ていただいたわけなんですけど、もう、お聞きのようにすごいハットなギタープレイをします。メキシカンソウルといいますか、ロサンゼルス出身の若手のギタリストです。ミスターマイク・オニューです。多分去年のクリスマスも、ここで一緒だったと思います。というのは僕はこのピットインには去年のクリスマスに出演して1年間出れなかったんですけど、別に嫌われたわけじゃないんですが、ご紹介します。ボストン出身の若いドラマーです。ミスター・ルイス・ディアンドレです。おかげさまで今夜は昨日よりも皆さんの顔も見えますし、多少、だいたい喋るのは苦手なんですけど、昨日よりずっと安心して喋れます。昨日はここへ来た際に、テレビのライトがガーンと当たりまして、なんていうんですか、もうそれだけでかなり参ったって感じがしたんですけど、じゃあもう一人ご紹介します。ヘビーウェイトのベースですやはりロサンゼルス出身の、ミスターリオン・ゲールです。どういうわけか彼は、お肉を食べませんで、大体アメリカから来るミュージシャンというのは、その昔は魚食べる人はあんまりいなかったんですよね。それが最近はお肉食べるのが少なくなったというか、で日本に来てからどういうわけですか、あの魚も食べなくなりまして、チキンも食べなくなって、なんかおむすび買ってホテルの部屋で食べてるようなそんな状態だったみたいですけどね。それじゃあピアニストをご紹介します。日本の僕らの世界で鍵盤の貴公子と言われております僕ともう4年ぐらい一緒にやってるんですけど、ものすごくいいプレーするときとボロボロになるときがあるんですよでも大体パーセンテージはいい方が増えてきたというか、どういうわけか去年の11月にアフリカに一緒行きまして、その時行った途端にすごく良くなったっていうか、なんかそれ以来ずっといい調子が続いているようです。ご紹介します。増田幹夫です。もう去年は、こういうクラブは別にしまして150回のツアーをやりまして、今年は8月の半ばから、国内だけで50回のツアーをやったわけなんですけど、その間、トラックで僕たちを、がホールに着くとスタンバイをちゃんとしてくれてた、トラック運転手ドラムセット全部やるのがそこにいる平戸君です。どうぞよろしく。彼はお酒を飲むとエルビス・プレスリーの真似が上手で昨日かなり本当に参ったんですけど、ステージで、がっくりきまして、今日はなんとか手を変えようとか、
いろいろ考えたんですが、やっぱし、僕たちのリハーサルした曲数が決まってますので、それ以上はできませんので、まあ、ミッキーと2人でできる曲が1曲あったので、今日持ってきたんですけど、1年間やってなかったから、覚えてますかどうか、一応譜面はあるから大丈夫なんだと思うんですけど、去年のモーニングアイランドのツアーの時の演奏した曲から曲名は長くなるから省きます。デーブ・グルーシンが僕に作ってくれた曲です。
今日お送りしてますこのクリスマスセッションは去年の12月24日25日と2日間にわたって行われました。いずれもびっしり超満員でね、入り口を入って奥の楽屋の方へ行こうとしたら立ってるお客さんがラッシュアワーの電車のようで、どこ行くの楽屋、さあ行きつけるかなと、まあそれほどの混みようでした。24日と25日だとクリスマスイブの24日の方が混んだかなと思ってましたが、聞いてみますと25日の方がやや入場者数が多かったということですね。まあイブの方は自宅で家族揃ってお祝いしまして、25日に街に繰り出す人が多かったのかなとも思いました。さて今夜のメンバーなんですが、ギターのマイク・オニールとベースのリオン・ゲイルは前にデンバーで行われたコンサートの実況録音を聞いていただいた時に紹介しましたね。渡辺さんのアメリカ西海岸コンサートツアーに参加したミュージシャンで、そのまま日本にやってきて日本国内ツアーに参加して、このクリスマスセッションでもそのままクインテットに加わりました。それでは続いて聞いてまいりましょう。六本木のジャズクラブピットインでのセッションです。どうもありがとうございました。それでは続けてつまおいをお送りします。
どうもありがとうございました。それではもう一曲バラード、渡辺貞夫、マイディアライフ。今夜は去る12月25日、東京六本木のジャズクラブピットインで収録したクリスマスセッションの第1夜。演奏した曲はアップカントリー、ムズーリ、プチバウスフォーサダオ、妻恋でした。来週も今週に引き続いてピットインでの渡辺貞夫クリスマスライブの第2部をお送りします。お楽しみに。今夜の演奏、渡辺貞夫クインテット、渡辺貞夫、増田幹夫、マイク・オニール、リオン・ゲイル、ルイス・ディアンドレイド、構成青木誠、ナレーター小林克也。この番組は東京銀座資生堂の提供でお送りしました。